はいみなさんこんにちは AI ブチーマニアントです。本日は GPT-4.0 について紹介していきたいと思います。えー、GPT-4.0 がですね、ついに OpenAI からリリースされました。GPT-4.0 の主な機能としては、テキストだけではなくて画像とか音声とかも、えー、と入力に使えるということですごく話題になっています。 ただ現在 GPT4.0 は ChatGPT プラスという有料プランに加入した人しか使えないという状態になっていますで一般公開ももうすぐ行われるようなんですけども一度にみんなが使えるというわけではなくて希望者から徐々に使えるようになっていくみたいなので早く使ってみたい人はウェイトリストというものに申し込む必要があるので興味がある人は概要欄にリンクを貼ってますのでぜひ申し込んでもらえればと思いますで今回は GPT4.0 について公開された特徴とか性能について公式 サイトとかえっとニュースから情報を集めたので、そちらについてまとめていきます。えー、それではさっそくやっていきましょう。はい、最初にまず GPT 4.0の性能の話になります。この GPT 3.5というのがえっとこれまで使っていたチャット g p t のベースのモデルになっています。で、今回リリースされた4.0っていうのは、え当然この3.5よりも精度が良いということなんですけども、じゃあどれぐらい精度が良いかというものをテストしたものがえっと左側になっています。 で、こちらはいろんな試験に対してこの GPT3.5 と4.0を使った時の結果になってまして、縦軸が、えっと、パーセンタイルになっています。で、パーセンタイルということは、自分のスコアが上位何パーセントにいるかということで、当然高い方が、えっと、スコアが良いということになっています。緑側の棒グラフが、えっと、GPT4.0 で、えっと、青が3.5になっています。で、結構いろんな試験に対してですね、GPT4.0 の方が圧倒的に精度が良いということがわかります。 司法試験の模擬問題を解かせたところ現在のチャット GPT だと,、えっと下位10%であったところが GPT4.0 では上位10%のスコアで合格するというような実験結果も出ているようですまた GPT4.0 はいろんな言語に対しても強くなっていますこちらは英語で書かれた MMLU という問題なんですけども、えっと、それをですねいろんな言語に翻訳した後に、えっと、その言語で解かせた場合のスコアになっています 英語をそのまま使ってこの GPT3.5 で解かせた場合のスコアがだいたい70.1%なんですけども翻訳した後に GPT4.0 に入れるとその70.1%を上回っている言語がかなり多いとで日本語に対しても79.9%ということで,で GPT3.5 の英語版をそのまま使うよりも翻訳してから4.0を使った方が精度が高いということになっています で学習データが少ない言語に対してもこの GPT4.0 を使うことでかなり高い精度で予測ができているというところが特徴になるということでした続いて GPT4.0 の機能なんですけども、えっと、GPT4.0 ではえ画像の入力が可能になりますで現在リリースされているものではこの画像入力機能はまだ実装されてないんですけども論文の中で、えっと、こういったことができるよというところがいくつか紹介されていました でこちらは、このようなグラフを与えて、ジョージア州と西アジア州の1日の肉の消費量を計算してくれたというふうに GPT4.0 に入力した場合に、この右側のような回答が得られているということで、段階的に計算して正しい値を求めているということで、このグラフから必要な情報を抽出するということが GPT4.0 ではできるということでした。で他には例えば、左側のような 問題ですねこれ物理の問題なのかなというふうに思うんですけども、えっと、こういったものを画像として与えて、えっと、解いてくれというふうにしたときにですね、まあ、ちゃんと正しく解けてるというふうに、えっと、回答がされてましたでこれができるんだったら、まあ、正直ですね、えっと、学校の宿題とか余裕でできてしまうような、えっと、気がしていますし、まあ、なんか今後ですね入試とかでチャット GPT を使って不正する人も、えっと、現れてもおかしくないなというぐらいの、えっと、レベル感かなと思います はい。で、あと GPT 4.0はユーモアも理解できるということで、まあ、例えば左側のような画像を入力として与えてあげて、まあ、何が面白いのかを説明してくれというふうにえっと指示すると、まあ、ちゃんとですね、説明してくれますということでした。で、左側の画像何が面白いのかというところなんですけども、まあ、上の人はですね、まあ、統計学の知識を使って、まあ、いろんな複雑な過程を置いてですね、まあ、モデルを作っていきましたと。で、一方下側の人はですね、まあ、単純にパラメータ、ニューラルネットワークとか使ってですね、 単純なパラメータを増やしていけば予測精度が上がっていきますみたいな、えっ、ー、と、そんな雰囲気かなと思います。で、この時に上側の人と、まあ、下側の人で、まあ、複雑なことをすごいやってる人と、えっ、ー、と、シンプルなことをやってる人という対比があって、で、下に、まあ、バッドアン、えー、アイロニカリーってことで、えっ、ー、と、皮肉ではないと。こういうふうにやってるんだけど、結局下側の人の方が効果的なアプローチになることが、えー、と多いというのが、まあ、現在の AI の業界では、まあ、こういったことがですね、一般的になってきてるので、まあ、これがちょっとなんか面白いなと。 いいうとところかなと思いますで、GPT4.0 では、えー、とこういった画像から読み取って、ちゃんとこれを説明できてるというところで、結構人間と同じレベルで、なんか状況を理解しているような、えー、とそんな感じが、個人的にはします。はい、また、個人的に驚いたのは、左側のようなスケッチ画像を入力として GPT4.0 に与えると、この右側のような、えー、とウェブサイトを作るような HTML のコードが、えー、と生成されるということで、まあ、あまりその綺麗とは言えないようなスケッチ画像だと思うんですけども、 こういったものからでもそのウェブサイトを作るようなコードが生成されてしまうということでこれができてしまうっていうことはなんかあんまりプログラムを頑張ってですねえっと書く必要がなくなってくると誰でもえっと何かを作ることがえっとできるようなえっと未来になってくるのかなというふうにえ個人的には結構衝撃的でしたはい続いて料金体系になります モデルとしては2種類公開される予定で、1つが8000トークン受け取れるもの、もう1つが3万2000トークン受け取れるものということで、現在公開されているものは GPT3.5 のえっとターボというものなんですけども、それでは4000トークンというところなので、4.0ではですね、受け取れるトークン数がかなり多くなっているということが特徴になります。で、モデルによって料金が変わっていて、これ8000の方だと,えっと1000トークン当たり0.03ドル、3万2000だったら0.06ドルと。 いうことで現在公開されているものは1000トークン当たり0.002ドルですねイが1つ多いという状態なので、まあ、大体10倍ぐらい値段が上がっているというところあとはこのチャット GPT からの返答文に対する料金というのは、まあ、かなり高くなっているというのが分かります日本語ののの場合だったらこのトークン数っていうのが 多くなってししままううという問題が発生します、まあ、例えば100文字あったとしても100トークンではなくてだいたい130とかそれぐらいのトークン数になってしまうということで、まあ、ちょっと値段が気になるかなというところは正直あるかなと思います、まあ、なので現在のチャット GPT で入力できないような長い文章とかですねそういったものを扱う時に GPT4.0 が使えるのかなというふうに思いますで現在この GPT4.0 は 月20ドルかかる ChatGPT プラスというものに加入すれば、えっと4時間で100回までえっと利用することが可能になっています。はいで GPT4.0 ちょっと高いなというところなんですけども、えっとマイクロソフトのブログによれば、えっと現在公開されているビングチャットっていうのは、えっと実はこの GPT4.0 を検索用にカスタマイズしたものであるということでした。 でビングチャットは使ったことある人はわかると思うんですけども、えっと、出力される時に、えっときにどういった情報を参照して、えっと、その回答になったかという情報のソースも、えっと、表示されるものになっていまして結構私はチャット g p t よりも、えっと、使うことが多いです。こちらに関しても、えっと、ウェイティングリストといって、えっと、申し込みをしてですね許可されたユーザーからどんどん使えるというものになってますのでまだ使ったことない人はぜひ、えっと、使ってみてもらえればと思います。 はい、以上で、えっと、GPT4.0 の紹介を終わりたいと思いますえ最新の情報でですねカバーできてない部分も多いんですけども、まあ、今後ですね何か動きがあったら更新していきたいと思いますえこの動画が良かったなというふうに思う人は、えっと、高評価コメントチャンネル登録の方よろしくお願いしますえそれではまた次回の動画でお会いしましょうバイバイ